もうダメだと思ってたんだよ、うん、だって買うときに7台しか入ってこない、最初の1便で日本に7台しか入ってこないって言ってて、ね、あ、もう日本7台、そう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 、7台で、あ、まあダメだなと思ってたら、アルビランドさんから連絡が来て、アルビランドさんだもん、そう、アルビランドさんから連絡が来て、出てるよね、1台1台割り当てつきましたって言って、それ勝山さんですか、そうそうそう、えぐいよな、どうしようと思って、アルビランドの1台ダメだと思ってたら、やっぱりお金用意しなきゃと思って、もう一生懸命働いて大変だったのほんで、ね、アルビランドさんの1台を抑えるのおかしいですよ、買っていろんなことやったけど、なかなかね、素人がやるにはね、うん、でかすぎるの、いやー、そりゃそうよ、僕もハイエース持ってるけど、ハイエースでやるのと面積も体積も全然違う、そりゃそうよ、でかいですもんね、もう全然違う、ね、で、そう思って調子に乗って、あの壁に一生懸命あの断熱入れてたら、うん、横向いて寝れなくなっちゃったっていうね俺178センチあるのに175センチなんだよ、ちょっとこうしないと、あの、ニーヤのあの顔ニーヤの泣いていけない、ちょっとさ、自分でやるにはちょっとハードだったよね、勝山さんは、あの、天井の縦の板を細く設定しすぎて細かくやりすぎて、もう何もあるんだあれ、変な雰囲気になったっていう、でも細い方がおしゃれよ、絶対おしゃれだけど、でも、もうほんと何もあるんだよあれと思って、で、他の動画見るとピシッとまっすぐなんだけど、俺のやつよく見るとちょっと大変そんなことない、大丈夫、おもろい、純粋プライベーターとしてはやっぱり自負してるからね、いや、もう最後一生飲んじゃえば、もうそれ、もういやいや、だってもうこれ一本飲んだんでしょ、うっそ、もう本当にさ、もうこの2人飲みすぎよね、本当に飲みすぎやってます、飲みすぎ、いびきマジでうるさくなるからやってほしい、いやでもそんな飲んだ気しない、ね、分かんない、分かんなかったっ、ね、勝永さんと飲むといつもにキャパオーバーする、楽しいです、楽しいよなじゃあ最後本当に楽しいんだもん、親子酒乾杯やな、杯やな、美味しい、美味しいね、お酒美味しい、いやもう勝永さんにお世話になってます、そう、来里はもうやめてやめてやめて、勝永さんあっての来里、いやでも俺らのバンダーラストに関しては関係ないよ、あのバンダーラストっていうね、自分のオリジナルブランドをやらせてもらってますけど、その配送はもう勝永さんに、もうそれ以外にもリエさんも人生とかも本当に勝永さんから学ばせてもらってること多いです、そんなやめてよ、そんな人、いや特にニーヤはねはい、ということで、はい、もう、開きです。会のご意見をご覧ください。意外と落ちちゃう。ありがとうございます。皆様からの応援メッセージやチャンネル登録が今後の励みになります。皆様とどこかでお会いできる日を楽しみにしております。